ネックレスは小さめのビーズが多数連なるようつなげて作った装飾品。首飾りの一種。大きめのペンダントトップビーズが胸元の位置に配されるよう紐で結んだ装飾品はペンダントといい区別される。ただしペンダントトップとネックレスを組み合わせたものもあり、ペンダントネックレスという。特に紐状で留め金がないものをラリエットと呼ぶ。 ネックレスには一本の紐に通した一連のものと何連にも組み合わせたものがあり、校舎には胸元から肩先まで覆う広襟型のものもある。首につけるソーシングで高級品やブランドものもある。ビーズには真珠や金属、天然石などのいろいろな素材がある。また、首飾りだけではなく、肩こり解消用や海運用のネックレスもある。 真珠のネックレス金属製のネックレスサファイアのネックレスサファイアのネックレスネックレスには多様な種類があり高価なものも多い素材は真珠がよく知られている一つ一つ糸でつながっていることや白銀の輝きがあるのが特徴真珠のネックレスは主に冠婚葬祭で利用される正式には白魔珠は婚礼黒真珠は葬儀に使う現在は 真珠の生産量が減り始め、淡水真珠のネックレスが増えている。ただし、真珠は高度が3度ほどのものが多く、傷がつきやすいため、保存には注意を要する。また汗にも弱く、光沢を失う原因になる。真珠をつないでいる糸も弱いため、真珠が外れることもある。真珠のネックレスは、長さによって名称が異なる。金属製のネックレスは、 形も様々で、ビティアスやイヤリングと共にオシャレとして使われる。だが、最近では、金属アレルギーが問題視されている。そのため、金属アレルギーを起こしにくく、皮膚に優しいチタン製のネックレスが販売されている。肩こり解消グッズとして、ゲルマニウムネックレスや磁気ネックレスなどといった、健康商品がある。これは、ある芸能人がゲルマニウム、および、 時期の各種ネックレスの効果をテレビで絶賛したことからブームになったとされる。ただし、懸念されている効能の中に医学的には証明されたものはない。天然石で製造されたネックレスの中には開運目的で販売されるものもある。ペンダントトップとネックレスを組み合わせたものもあり、ペンダントネックレスという。ペンダントネックレスのペンダントトップには十字架やハート型、 花柄などがある。ドイツでは、ツビシェンゴールドパーレンと呼ばれる十字架がついたネックレスが発見されており、1世紀から2世紀のものと推測されている。明確なことは知られていないが、キリスト教信者がキリストへの敬意を示すためにつけたものと思われている。若者たちが十字架ネックレスを絶賛しすぎていることから、キリスト教関係団体による非難もある。一方、 ハート型には、ハートの上にダイヤモンドスーツ部を詰めたものや、そのまま1個詰めたものも販売されている。コンパクトタイプのものがあり、小物入れとして利用できる。十字架のキリストとは対照的に、ハート型にはマリアが乗っているものが多い。2005年10月1日、青森でモナリザが刻まれたネックレスが公開された。約36カラットのダイヤモンドが使用されており、 総額5から6億円である。古代エジプトでは、仙王朝時代には、自然石に穴を開けて、紐で繋いだ装飾品があったことが、数多くの埋葬例からわかっている。当初は、自然石をそのまま先行して使用していたが、次第に石を研磨して成形するようになった。さらに、王朝時代成立前の紀元前4500年頃には、ファイアンスと呼ばれる、 石英庫で様々な形のビーズを作られるようになった。ネックレスの素材は王朝時代が終わるまでほとんど変化せず、石製、破骨格製、金属製、ファイアンス製、ガラス製であった。縄文時代の出土事例としては、一例として、岩手県欧州市の前期公用の遺跡、大浸水場遺跡から土星玉百五十点が確認されているが、ネックレスか腕輪とみられ、 素焼きの玉は白色玉と黒色玉の2色に意識的に分けられている。青森県橋上町の縄文工期前半から、弥生時代初頭の遺跡、照らした遺跡からは、石製と土製のま玉の品が確認されている。弥生期から実料期にかけては、ガラス製のま玉やく玉、貝類など様々な材質が用いられた。平安時代以降の日本では、 ネックレスやイヤリングといった文化は捨てれたが、アイヌ文化では、サイと呼んで作られ続けた。タマサイは18世紀以前では、サハリン経由でもたらされた、大陸産のガラス玉が主体であったが、19世紀以降は、江戸や大阪でアイヌ向けに生産された、ガラス玉にとって変わられる。理由としては、ロシアとの緊張関係の高まりによって、北海道に目が向けられるようになったためとされる。 また太刀文化の違いから太刀に装着されていた、足金物の部品が不要であったため、これを玉祭の飾りに転用したり、日本の銭や鏡のほか、南北戦争時のアメリカ陸軍の軍服用の金ボタンなども副食品として用いられた。ABCDEFGHI 山花京子、秋山康信、東海大学古代、エジプト及び中近東コレクション所蔵のイオービーズ製。 ネックレス復元研究、東海大学、2019年11月11日閲覧、ありがとうございます。